私たちは日々自分の中に情報を取り込んでいます。自分の中に取り込まれた情報は考え方に影響を与えます。自分の中に蓄積された情報が整理されると、それが自分の考え方になります。そして私たちは自分の考え方に従って行動を起こします。例えば、なぜ炭水化物を控えた方がいいのかという情報に多く触れていると、これこれこういう理由で炭水化物はあまり食べない方がいいんだなと思うようになります。本当は炭水化物が大好物だけど、これからは控えるようにしようと考え方が変わります。ご飯をおかわりするのはやめておこう、大盛りではなく並盛りにしておこう、糖質制限ダイエットをしてみようと行動が変わります。私たちは日々何々した方がいいという情報を取り込んでいます。何々した方がいいということが分かると、それをしないとまずいことになるという不安が生まれます。炭水化物を控えた方がいいという考え方が出来上がると、炭水化物を摂ることに罪悪感を感じるようになります。またおかわりをしてしまった、また大盛りを食べてしまったと悪いことをしているような感じがして嫌な気持ちになります。このままじゃ病気になってしまうかもしれないと不安になり、なんで自分はこんなにご飯ばかり食べてしまうんだとイライラするようになります。ご飯ばかり食べる自分はダメだと責めることで自分を苦しめることになります。私たちは生きていれば勝手に情報が入ってきます。なぜなら私たちはできるだけ多くの何々した方がいいという情報を入手することで、未来の自分が失敗しないようにしよう、未来の自分が傷つかないようにしよう、未来の自分が損をしないようにしようと考えるからです。私たちは自分を幸せにするため、自分を不幸にしないために、日々何々した方がいいという情報を取り込んでいます。しかし私たちは何々した方がいいという情報を集めれば集めるほど、それをしないと大変なことになるという不安が増えていきます。体に悪いことをしてしまった、心に悪いことをしてしまったと罪悪感を感じることが多くなります。自分は幸せになれないかもしれないと不安になったり、なんで自分は幸せになれないんだと怒りを感じたり、こんな自分じゃダメだと否定することが多くなります。どんどん蓄積されていく何々した方がいいという情報に従おうとすることで、自分を束縛するようになります。おかわりをしたいけどしてはいけない、大盛りを食べたいけど食べてはいけないと自分を縛るようになります。年を重ねれば重ねるほど、それをしないとまずいことになるかもしれないという不安が増えていきます。人生経験が増えれば増えるほど、した方がいいことができない自分に罪悪感を感じたり、怒りを感じたり、そんな自分をダメだと否定することが多くなります。大量の何々した方がいいという情報に縛られている自分を解放するためには、好きな方をしてもいいと考えることが大切です。何々した方がいいという正しさにとらわれている自分に気づいたら、したい方をしてもいいんだよと語りかけることで、自分を自由にすることができます。あなたは好きなことをすることで心が満たされます。したい方をして自分を満たしてあげるという体験を積み重ねていくことで、精神状態が良くなっていきます。心の状態が良くなれば、不安や罪悪感や怒りにとらわれなくなります。好きなことをして自分を幸せにしてあげれば、そんな自分をダメだと否定する必要がなくなります。ということで、正しいことをするのも大切だけど、絶対に正しいことをしなければいけない
と縛られないように気をつけてほしいと思います。正しさに縛られて不自由になっている自分に気づいたら、好きなことをして楽しんでもいいんだよ、したい方をして喜んでもいいんだよと語りかけて、自分を楽にしてあげましょう。